これから2016から20年度、青山学院大学社会情報学部社会統計第12回の講義配信、その3番目の動画配信を始めたいと思います。テキスト、ボンシュテットとのおき社会統計学の第11章の内容を解説をしています。 第12回の講義、これが最後の動画配信、3つ目の動画配信になります。まだ11章は終わりませんので、この続きはですね、第13回の講義で扱うということになります。さて、それではテキストの11.2.2節から解説講義を続けたいと思います。11.2.2ですね。標準変換器係数というところからになります。 テキストは312ページですね。えー、っと我々先ほどここまでに解説してきた重回帰分析では1週間に教会へ行く回数これ X1 でしたねそれから教育を受けた年数 X2 それからもう一つは指標指数としてですね3つの指標を合計して作られた性的寛容性の程度のスコアというものを使っていたわけですそれで変回係数の解釈という時にですね例えば x1 にかかっている変回係数っていうのは他の変数の 他の変数の値が一定のまま、x1 の値が1大きくなった時に、y の値がどれだけ大きくなるかという、そういうふうに考えるんでしたよね。で、今回は、x1 と x2 に対して使っている変数は、教会に何日行くかっていうのと、教育を何年受けたかってことなので、1大きくなるってことが自然に解釈できますよね。教会に行く日数が1日増えるとか、 それから教育をもう1年多く受けるといったようにこれは自然に解釈をできるわけです。ですから変化係数を解釈する時に比較的分かりやすいと思うんですけどもこの重度係数 Y のようにですね単位のはっきりしないものがあるわけですよね。 今回、性的寛容性の指数っていうものは、3つの項目に対する回答をですね、合計して3で割って作ってるんですけども、この,この1違うってことが一体何なのか、まあ、例えば教育が1年長くなる、教科育回数が1回多くなるってものとはちょっと違ってですね、この1っていう単位っていうのが何なのかっていうのははっきりしないですよね。 社会,学社会科学や心理学ではこのようにこう単位のはっきりしないもの特に構成概念を扱うときにはですね、その単位というのははっきりしないものであることが多いわけですねでそんなときにはまあどうせ単位もは,はっきりしないので分かりやすい変数にしておこうということでですね、えー、全てこの標準化をしてから変数を標準化してから次の分析を行うということがよくされます で重回帰分析の時もそうでして変数を標準化してから重回帰分析を行って、えー、行おうということもよくあるわけですね。でもう一つこの変数を標準化するう目的としてですねこう単位がはっきりしないから分かりやすくする一、まあ、何かに揃える基準的なものに揃えるということ以外にですね、えー、っとふ複数ある説明変数独立変数のですね相対的な 影響力いいうのを比較したい y に対する相対的な影響力を比較したいっていう時に標準化するっていう操作がよくされるんですね。でこの変換係数は標準化する前の変換係数っていうのは x をですねどんな、XY、x y x 2をどういった単位で 測定したかっていうことによって当然かの変わってきます。境界にされする日数と言いましたけども、えっ、ー、とまあ、日数そうですね。まあそれを何時間っていう単位にしたりとかいうようにすれば当然変換係数の値もこう変わってくるわけですね。でそうすると基本的には。 1>, 1大きくなった時に y がどれだけ動くかということですから、えー、とその変換係数の値が大きい方が影響力が大きな変数だということになるわけですけれども、えー、と測定単位とかを変えてしまうとですね値が違うっていの,あのその y の値の変化の大きさも変わるっていうんでは、ちょっと比較が難しいですよね。x1 と x2 それぞれの変化係数の大きさを比べて相対的な影響力としてどっちが大きいんだろうか、y に対する影響力どっちが大きいんだろうかっていうときにですね、えっ、ー、と、単位の影響をこう、被ってると、受けてると、そ、え、のー、比較がしにくい。で、その時ときにはそうした影響がないように、えー、平均0分散1というですね、スコアに直してしまうということをやる。 でそのようにして揃えておいてからあ変化係数をですね比べてやれば相対的な影響力の大きさっていうのの比較ができるわけですね。でこのように変数を標準化してから重回帰分析を行って得られる変化係数を標準変化係数というように呼びます。テキストでは、まあ、あんまり使わないっていう言葉なんですけどベータ荷重という言い方もしてますね。ベータ荷重という言い方もしてますけども、まあ、一番よく自然に使うのは標準変化係数というものですね。 でこれはそんなに難しくないというか、あの、変換係数の推定式を受け入れてもらえれば、まあ、そこでですね、y の標準偏差と x の標準偏差をそれぞれ1としてやればいいですよね。えー、そうすると、結局、この括弧 sx1 分の sy っていうところが、ここが見えなくなる。まあ、これが1分の1になってなくなるだけですよね。えー、ので、 標準変換係数の式はその1マイナス r x y x 2の2乗分の Ryx1 マイナス r y x 2 r x y x 2というところだけが残ることになります。で、これが標準変換係数ですね。で、そうするとまあすぐにわかるように、え標準化する前のですね、回帰係数 B1 から比べると、えっと、それに Sy 分の Sx1 この括弧の中の分子分母をひっくり返したものですね。これを掛け算したものが標準変換係数になります。えっ、ー、と、b2 ベータ 2, 2スターというこちらについても同じですね。b2 に sy 分の sx2 掛け算すると標準変換係数というものになるわけです。まあ先ほど言ったように標準変換係数は従属変数に対する独立変数の影響力を相対的に比較するのに役立つわけですね。 ただここもちょっとややこしいところなんですけども解釈にあたってはこの独立変数の組み合わせではという条件を忘れないようにしてください。独立変数の組み合わせを変えたり独立変数を追加したりすれば標準変換係数は変化します。だから x1 と x2 を相対比較した時にですね標準変換係数で比較した時に x2 の方が影響があるみたいだなと。 そうするとやっぱり y に対して重要なのは x2 なのかなと思ってても x1 をですね他の変数に変えれば当然 x2 の変換係数も表示変換係数も変わってきます。それから2つだけじゃなくて3つ以上ある他にも変数がある時に2つだけ取り出して相対比較してる時っていうのはですね他に何を使ってるかってことも影響してきます。そそのの変係数に影響してくくるわけででですすねからあくまでその 回帰の重回帰のモデルにおいて使った独立変数その組み合わせの中で相対的に比較するとということですねこの条件を忘れないようにする必要があります。 このように、なかなかこう、重回帰分析って適切に解釈することって難しくてですね、やっぱりこう、実際のデータ分析を行いながら経験を積んでいく必要があると思うんですね。まあ、世の中に出ている学術論文なんかでもですね、ちょっとあの解釈のおかしいところっていうのは、あの結構見,あの見,見るんですよね、結構見かけますね。 えっと、計算するものは簡単ですねテキストの例題で標準変換係数を計算してやると、まあ、このようになります。でそうすると,、えー、っとプラ符号はありますけれども大きさとしてマイナス0.431ということですからこちら進行にかかる標準変換係数教育達成にかかる変化係数が標準変換係数が0.279ですから信仰、まあの方が性的寛容性への影響が相対的に大きいということが言えるわけですね。 それではその次11.2.3節、3変数の場合の決定係数ということに進みたいと思います決定係数これは回帰分析単回帰の時にもやりましたけれども従属変数の値が違う一人一人違うってのはなぜなんですかねというのを独立変数というですね別の変数を持ち出すことによって説明しているわけですよね 性的寛容性というものが人によって違うのはなぜですかという時にそれは信仰心が違うからですよというのとそれは受けた教育の年数が違うからですよということによって説明をしているわけですよね。でこのように従属変数の変動つまり分散のうち回帰によって説明できるつまりこの回帰分析に使った説明変数 独立変数によって説明できる分散分析の時と同じようにですね SS トータルこれ偏差平方和なんですけれども、えー、と分散を計算する時に使う偏差平方和ですね、えー、というものはその回帰によって説明できる部分と回帰では説明できない部分に分けることができるんですね。 分散的の時と同じです。要因によって説明できる変動と説明できない変動という,うに分ける。これも回帰分析の場合もそのように分解ができるわけです。で、そうすると誤差減少率の考え方でして、えっ、ー、と、SS トータルという全体の分散を分母にしてですね、えー、回帰ない、ダッシュの時のその分散、あのー、Y のですね、変動、SS トータルから回帰をすることによって、えー、まだ説明できてない誤差の部分、 ね、SS エラー。この引き算によってですね、誤差減少率。誤差がもともと SS トータル分だけあったやつが SS エラーまで減ったということですね。回帰によって SS リグレッションの部分が説明できたわけですのでね。でそうすると、まあ、これが、えー、っと、まあ簡単,簡単には R2 乗と書くんですけれども、えー、っとここではその X1 と X2 から Y を予測するという重回帰だという意味で、y.x1、x2 というふうに書いてます。この R2 乗。 ねえこれが決定係数と言われるものです従属変数の値が一人一人違うのはなぜなんでしょうか従属変数の分散ですねこれを説明するときに回帰によって説明できるこの回帰モデルに組み込んだ独立変数今回の場合は2つでしたけどもこれがそれぞれ皆さん違うので y の値も違うんですよという風に説明がつく部分ですねこの割合が決定係数というものになります 決定ケース、これもですね、ちょっとベクトル図で、ベクトルで説明すると、基下的に説明すると分かりやすいと思うんで、紹介をしていきたいと思います。えっ、ー、と、これは前回も使ったもので、変数 x1,x2,y、全部偏差のベクトルです。測定値からですね、全部その変数の平均値を引き算をしておきます。で、x1 と x2 っていうのは、この一つの平面上に乗っかってる。ですね、x1 と x2 を含む平面っていうのがあるで。y は一般にはそこには含まれなくて浮いてるということでしたよね。 で、X1 と X2 をのみちじめさせて、そして足し合わせて合成してですね、Y の予測値を作るわけですけども、一番いい予測値は、この平面の真上から光を当てた時の影ということになったわけですね。で、この時に、Y と Y ハットで作る三角形を見てください。これ直角三角形なんですけども、真上から光を当てているので、えっ、ー、と、重属係数の予測値 Y ハットと実測値 Y。 えー、この間の角度が θ なんですがこれも我々既に習った学習したようにですね相関係数2変数の相関係数っていうのはこの角度 θ の cos なんですよね。えー、っとこの y 予測値と実測値の間の相関係数 y と y トの相関係数のことを10相関係数というように呼びます。これはこのコサインシー θ y と y トがなす角 θ の cos なんですね。 それで、この三角形、直角三角形の部分だけを取り上げて図示しますと、こうなってるんですが、えっと、y ですね、この斜めの赤い矢印なんですけど、y の部分の分散っていうのが ss トータルで表されています。これ、まあ、えっと、このルートの中に n 分の1があると、これ、標準偏差になるわけですけれども、えっと、この ss トータルっていうのがですね、標準偏差がこのベクトルの長さと、 対応をしています。えっ、ー、と全部こう要素を2乗して足してってルートを取ったのが長さなわけですよね。なので ss トータルっていうのはこのベクトルの長さに対応していますが、これがですね。ss リグレッションと ss エラーっていうその2つの要素の部分に分解できるんですね。 えー、SS リグレッションっていうのは回帰で説明できる部分ってことは、えー、Y バーから見たときのですね、えー、SS 搭載はもともと Y バーから見たときの一つ一つの YI の変動なんですけども、Y バーから見たときの予測値の変動ですね。で、この部分っていうのは回帰でもって説明できているわけです。えー、と、Y バーという平均値から見るとですね、えー 平面上に単回帰の場合は直線上に乗ってる点があるわけですけどもそこまではあの回帰で予測できてるわけですよね。でその部分の変動っていうのが SS リグレッションのルートこれがこの水平なこのベクトル黒いベクトルの長さに対応します。それから、えー このまっすぐの辺ですねこの部分が SS エラーっていうことで、えー、っとこれは誤差の部分に対応するわけですね yi ハットという予測値と yi という実測の実際のデータとの間のズレの2乗ということになりますこのルート取ったものですねでこの cosθ っていうのは斜めの辺の長さ に対するこの底辺のですね長さの比になるわけですけれどもこれを2乗してやるとどうなるかっていうとコサインシータを2乗してやるとどうなるかっていうと yi-y マイナスバーの2乗これのこれ集めたものつまり SS リグレッションですね、A、分のえっとごめんなさい SS トータルですね SS トータル分の上側これ SS リグレッションですよね y バーから見た時の yi ハットの変動ということになります つまり、ss トータルを分母に、ss リグレッションを分子。ss リグレッションが分子ということは、これは ss トータルから ss エラーを引いたものということになるわけですよね。cosθ の2乗。で、これが r の2乗と言われるもので、これが決定係数。つまり、先ほど見た重相関係数の2乗になってるわけですね。だから r2 乗と書くんですね。重相関係数の2乗。これが決定係数というものになります。 はい、えー、とそれではこの第12回の講義で学習する最後のセクションですけれども、えー、この決定係数についてはですね単回帰の場合と同じように優位性の検定ということができます。義務仮説は募集団での決定係数は0つまり頑張って回帰分析やったんですけどもこの回帰ではですね Y の変動は説明できませんと全く説明できませんとういうことが義務仮説になります。 でそれをどんな風に検定をするかというと、ですね先ほどの SS リグレッションと SS エラー、でこれをですねそれぞれの自由度で割ってやると、えー、この平均平方ですね、mean s ンスクエアというものになるんですね。これ、分散分析のときと同じですね、えー。全く同じになりますけれども、分散分析のときと同じで、えー、SS リグレッションを自由度、これはの2になります。単回帰のときにです、ね、回帰の自由度1だったんですね。で今度、1つ変数が増えてますので、自由度2になってます。 それから全体重度が n-1 ですのでえ、そうすると、誤差の重度は n-3 になります。n-3 と2を足して全体重度 n-1 になるということですね。誤差、あの、重度の分解もされます。n-1 が n-3 と2に分解される。ss トータルが ss リグレッションと ss エラーに分解されるということですね。えで、それぞれの ss リグレッションを重度2で割り、ss エラーを重度 n-3 で割ると言ってできたものが、平均平方と呼ばれる、m ン n スクエアと言われるものですね。 で、この比を取ってやると、この F 統計量っていうものが、自由度2と N-3 の F 分布に従うことになります。F 分布に従う。ですね。SS エラに対して、MS エラーに対して MS リグレッションが大きくなっていくと、ですね。そうすると、 これは、あの、勤務仮説が正しいときにはですね、えっ、ー、と、どちらも MS エラーの推定値になってるんですけども、回帰によって説明できる部分が大きくなっていくと、この分子が大きくなっていくわけですね。回帰によって説明できる部分が大きくなっていくと、分子がどんどん大きくなってきますから、ある程度よりも大きくなったら、これは、あの、この回帰ではですね、何も説明できてませんでしたと。 といいう帰無仮説は,これは否定されていくことになるわけです。ある程度大きくなったら否定される、勤務仮説が否定されることになるわけですけども、まあ、それはこう F 分布を使ってですね、その基準になる規却統計量っていうやつを決めてやるわけですね。自、え、由、ー、度2と n 3の F 分布で、えー、っと、これは大きい方に棄却域を取ればいいですね。MS リグレッションがどんどん大きくなっていくと勤務仮説が怪しくなっていくわけですから。えー、そうすると、右側の5%の部分 っていうところをちょうど切るところが棄却限界値になってその値よりも大きな値が得られたら勤務仮説を棄却するということになります。これが決定係数の優位性検定ですね。回帰の優位性検定といった言い方もされます。単回帰分析はですねこの変換係数の優位性検定を行うことと決定係数の検定を行うことが同じなんですね。えあ決定係数のの検定を行ううことっていうのが、えーと 推定の傾き、推定される傾き Bβ の推定値、えー、こ,のこれが母集団では0っていうですね、えー、傾きが母集団では0ですよと、つまり x のどの間の値に対しても y の値はですね、同じ値を、まあ、実際には平均値なんですけどもお予測をするしかありませんよと。 X の値によってですね y の予測値を変えることはできませんよということが義務仮説になるわけですけどもこの決定係数の検定と変換係,係数の検定優位性検定は全く同じことなんですね。なんですが重回帰ではこれは違ったものになります。決定係数の検定とは別にそれぞれの変換係数についてそれが母集団では0であるという義務仮説を検定することができます。 母集団での値が0だっていうんであればその変数を独立変数として組み入れる必要はなくなってしまうわけですよね0倍されちゃうわけですから予測には役立たないという変数だということになりますでこの時に使うのは t 等計量変解係数の推定、えー、検定に使うのは t 等計量なんですけどもこれは変解係数の推定値ですね、まあ、今回の,のは2つ 原因側の変数を使ってますから B1 と B2 があるわけですけどもその推定値をですねこの推定をはもちろん標本取り直せば変わるわけですけどもこの推定量の標準偏差でこいつで割ってやるとある種の標準化ですねをしてやると帰無仮説が正しい時にこの統計量はですね先ほどの誤差の重度と同じ N-3 10度 N-3 の t 分布に従います。でこの標準偏差 1>, 1回1回こう取り直すとこの β1 あるいは β2 の値は標本を取り直せば変わるわけですけどもそれがどれだけ動くかというですねその分散の推定値というのはこの式で得ることができますこの式の導質もこの講義では省略していますけれどもこの数理的にこういったものを導くことができるわけですねでそうするとこの t 統計量が計算できて n 3の t 分布と。 ということで、それを使ってですね、この変換係数が母集団で本当はゼロなのかどうかという仮説検定が実行できます。で区間推定も当然できまして、金曜日の授業でやっている社会統計演習では、この区間推定すね、R の出力として、統計的仮説検定の結果とともに、区間推定の結果というものも簡単に得ることができますね。 えっと、テキストに載ってるのは99%信頼区間でして、重度の大きな t 分布では2.58よりも大きな t の値が得られる確率っていうのは0.01しかない。重度が大きいってことは結局標本の大きさが大きい。GSS 調査っていうのは非常に標本の大きさが大きいですからね。えっ、ー、と、2.58を超える確率っていうのが0.01なので、これを使ってですね、まああの 正規分布を使った95%信頼区間が1.96という値を使ったり90%信頼区間で1.64という値を使うのと同じですね2.58という値を使ってこの標準誤差と言われるですね B1 あるいは B2 の分散の平方根これを2.58倍したやつですねこの区間を得られた点推定値 B1 あるいは B2 の周りに作るとこれが信頼区間ということになります。 はい。ということで、まあ、こう、講義をやってきたわけですけども、まあ、実際にデータ分析してみないとね、なかなか実感わからないと思うんで、テキストの例題に沿ってですね、自分でもきちんとこう、計算をやってみてください。 え、まぁ、エクセルを使うか、まあ、あるいは R のような統計ソフトを使うといいと思いますね。ちょっとあの、電卓でやるのはなかなか辛いかもしれませんが、まあ、主な数値は計算してくれているので、えっ、ー、と、まあ、電卓でもできなくはないというか、そうですね、多分できますよね。もうあの、平均とか標準偏差とか全部相関とか求めてくれているので、まあ、ちょっと大変ですが、電卓でもできなくはないですね。エクセル使えばかなり楽ですし、R 使えば えーとまあ、分析そのものはですね関数使ってすぐできちゃいますので、まあまあ、なるべくこうテキストの計算に沿って、えー、手計算のようにやってみてください。自分でもちょっとテキストの分析をなぞってほしいということですね。はい、えー、とスライド最後に理解確認のポイントが出てますので、えー、と理解の確認のポイントを見て、えー、と今回の第12回の講義を振り返っておいてほしいと思います。 はい、えー、とでは、これでですね、社会統計第12回、えー、10回期分析の前半部分ですね、講義をすべて終わります。